何してんの？日さんの声が聞こえないでござるの巻。一生懸命やっております。はいって言いながら全然声が聞こえない。何がどうなっているのやら。チェック。あ、来た来た。何何、ニューストラミング始まるよ。イエーイ。はい、罠ですか今の。何が。日産のマイクが出ないって。いや、なんかあのあれが入ってなかっただけ。ファンタムが入ってなかっただけ。ああ、今分かったの本当に。ファンタムね。そう、うん、お待たせしました。はい、ピータローさんがこの時間にいるなんて珍しい。岡山さんもこんばんは。こんばんは。皆さん今日はね、問題ない。そう、 T シャツがね、はい、そうだ、それ突っ込みたかったんだけど。え、毎回何かしら面白い T シャツを着てるよね。ね、ね、これしか持ってない。あ、そう、はい、T シャツいろいろそういう種類があるんだ。あります。 T シャツ好きなんだもんね。そうです。俺も T シャツはいろいろ持ってるけど。そうだね、日産も T シャツ。日本語のはあのあれだね、和牛命とか、あらさめましてとか、脂身っていうなとかぐらいしかない、うん、はいはいはい。今度まだあるかな。 L だよね、 T シャツね。 L です。あるかな。俺のさらにでかすぎるもんな、うん、俺なんだっけ、 3XL とかぐらいの大きさの方ですか。だもんね、うん。今日もね、たくさんの、あの、青鬼さんは早めに、あの、離席しちゃったんですけど、うん、その分、皆さんがフォローしてくださって。はい、ありがとうございました。今日も早いな、なんか流れが。アーカイブの調子、バッチリです。撮っております。で、もう、あの、T シャツはいろいろ今まで作ったんだけど、全部なくなっちゃいましたね、もうね。そうですね、ないですね、今はもう。初代が、脂身っていうような T シャツ。真っ赤なね。真っ赤の T シャツ。真っ赤な T シャツ。次が、和牛命 T シャツ、緑のやつね。はいはいはい。その次がベージュの、あらさめまして、古谷香織です T シャツ。香織の写真、顔入りのやつ、ね。ひどいでしょ。たった一回、改めましてを、あらさめましてって言っちゃったがために T シャツになっちゃったんだよ。怖いよね。怖いよね。随分引っ張りましたね。引っ張りすぎだよね。本当だよね。何がこうタイムラインで盛り上がっちゃうか分かんないわよね。分かんないがね、もう一時期みんなあらないけど、ずっとあの、うん、ザカさんがナンパしてることになってさ。ナンパ？なんかザカさんがナンパ？そう、ナンパするために旅してるらしいっていう話。何それ、ザカさんが？分かんない、俺には全然分かんない。それもなんか間違いなの？分かんない、なんかそんな話になってた。うん、え、もう、あ、そういう本当のそういう話なの？そういう感じで一回火がついちゃうともうダメだったのよ。ダメなのよ、もうそれで盛り上がっちゃった。盛り上がっちゃったのね。真相を聞きたいところだが、ね、今日はあれですよね、あれ金曜日、今日金曜日ですよ。いや、それは分かってんだけど。金曜ハミングやってんだから。常磐特会くんがイベントやるの明日だっけ。23日じゃなかったかな。明日かな、土曜日か。電車を貸し切りでっていうやつですよね。そうそう、電車貸し切りで山作戦も、うん、すごい、ね、それでそれに向けてみんな、こちらの鉄オタたちはみんなザカさんこぞって関西に行って、トマトさんも行ってる。そうそっか、ね、こういう時になんかみんなナンバって言いたかったのかな。ナンバでナンバってなんかね、言い出しっぺはね、うん、サーキットの神さんなんだ。こういう言い出しって、そう、こういうおかしなデマは大体サーキットの神さんとかから始まった、うん、ね、今日金曜だから明日だよね、きっとね。それでみんな今日前乗りで多分行ってんじゃないですかね。そっかそっか、大阪いいですね。いいよね、大阪ね。食べ物何でも美味しかったね、関西はね。たこ焼き食べたいな。
小塚君は旅費がないのと9時から14時までバイトなので。バイトをするね。でもねこの間北海道まで山作戦が行って、うん、あお会いしたって言ってたもんね。ね、うん、傘をなくしてなんか小塚君が大変だったって聞いたの、うん、あったの傘そんな話をなんか山作戦チームから聞いたんだけど、プラレールさん居残り組なんだ、うん、皆さんやっぱ都合とかもねあるからね。明日か長番組のイベント ねよく張れなかったですねと思って。大丈夫スズメバチ。スズメバチだもんね。つたたかさん。だって場合によっては命に関わるっていうから。そうだよ。ね。よかった。まあ大丈夫そうでよかったですね。ね、よかったですね。本当に。大阪某有名配信者も大阪にいる。誰が。私の社員も参加の予定です。ツイートレ。聞いてたね、なんかね、うん、ツイートレ、ね、楽しそうね、こういう大きいイベントね。結局お何これ、大通りビッセっていうの、商業施設の地下に、地下にあるコンビニに置きっぱなし。あ、そっか、ちゃんと取りに行って見つかったんだね。見つかったんだね、よかったね。 あったならよかったですよね。ほんとほんと、大阪は行ったことある？たこ焼き食べたいって言ってたけど。ないんですよ。あ、ないの、はい。旅行って今までどこ行った？旅行をしてないか。修学旅行ぐらい？高校の頃に、うん、その、まあ、修学旅行的なので、屋久島に行ったんですよ。おー、屋久島いいじゃん。はい。あと去年は、学校の海外研修でアメリカです。へー、アメリカどこ行ったの？ハリウッドです。ハリウッド？はい。かっこいいね、ハリウッド。ハリウッドだけ？ロスから。ロスからです。空港はロサンゼルス空港。そうです。へー。そこからハリウッドに行って、はい、っていう。あ、そう。なんかテーマパークとか行ったりした？あの、ディズニーランドは行きました。あ、本当？はい。ディズニーランドなんかまた、あの、広くなってたでしょ、なんか。もう一個テーマパークが隣に作ってたんだよね、なんかね。そうなんですか？ディズニーランドホテルのところだと思うけど。そもそもアメリカ自体がすごいでかくて、その、もう道路が違うんですよ。広い。なんか、車線が8個ぐらいあるんですよ。あそこ、ロスに行くとさ、はい、風景がすごい横長じゃない？横に長いです。あんまり高い建物なくて、それで日本のさ電線ってさ登ろうと思えば登れる距離にあるじゃない、うん、で嘘みたいに高いところ電線があって、高いです、ね、俺最初それにびっくりしたわ。なんかこんな高いところに電線立てて、うん、何この建物の低さ、いろいろでかいんですよ ね。でもなんか変にバランスが取れてないところがあるんですよ。そうそうそう、不思議な街だよねロスね、はい、逆にニューヨークは縦長なんだよね、なんかね。あ、ビル、高いビル多いですもん、そう、なんか、なんかね、多分アメリカ人って、ね、ちょっとおかしいんじゃないかな。なんてことを言うんですかそれは日本人、日本の風景を見ると非常にバランスが取れているような気がするもの、うん、なんかロスとニューヨークの真ん中ぐらいでいいのにって。ああ、極端なんだねそう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 、商事業施設とは言いましたが、ビルの中身のほとんどは北洋銀行の本社ビルですから、そんでもって人生2度目の朝帰りを経験したわけ。え、傘取りに行ってってこと？どういうこと？傘取りに行って朝帰りってことないでしょ。いや、なんかほら距離があったら戻んなきゃいけなかったとか、ちょっと、そやん、そんな大事な傘だったんですか？縄文杉って屋久島か、大事な傘だったんだよ。小田急貸し切りなんかしたらすごいだろうね。うん、っていうかみんな乗るよね貸し切りですって言われながらも乗っちゃいそうだねね、多分無理だよね、はい、どうだろう、孫正義ぐらいになると貸し切れるんだろうか、分かんない。どうでしょう、その日の売り上げ分を全部払えるんだったら、そのお金プラス貸し切り料とかで貸してもらえるかもしれませんけどもらえるかな。でもお客さんに迷惑かかるもんね。一本ないだけで何万人っていう人の足に影響出る、ね、迷惑かかんないためって言ったら、湘南台から高座渋谷だけを貸し切れる。なんでよあの辺もっと端っこにすればいいじゃん、片瀬の島とか。あの辺でコウモリとかしかそうじゃないんですよなんでそんなそんな、この間またさ、コウモリとヤンキーしかいないですよ湘南台ってすげえ、町田にもどんな違んだ、町田にもいたもん何がヤンキーが、コウモリがコウモリかですって、はい、だいぶおかしいよねアメリカの人ね。
日本語通じないあれよ。それはおかしいよね、うん、へのへのさんもおかしいよね。へのへのさんの方がおかしいけどね。そうだね愉快だよねへのへのさん本当に。今日も何回へのへのさんのツイートで笑いそうになっちゃったから笑わなかったか、ね、笑わなかったんだえそこは笑わなかったぞっていう、ちょっと見てみたかった。結果的に笑わないけど、ね、あそう、うん、へのへのさんのツイートでは俺は笑わないロスの地平線までの市街地見ると人生変わるよね。いいなそういうところ。いわゆるアメリカのよく映画に出てくるさ、割と、まあ、2階があってもなんかガレージがあって、うん、あ広いよね、庭があって、うんはいね、そういう家がねみんなお前ら場所取りすぎちゃうんっていうぐらいな、なんか日本だったら余裕でここにマンション建つでっていうようなぐらいの広さだもんね、うん、なんかすごい土地を持て余してる感が感じがするよね、はい、道も無駄に広いしさ、だってここは渋滞しないでしょみたいな。広いですからね、広いってすごい。モーテルぐらいしかないでしょみたいなところがすごい道広くてさ、うーんそれでそのでっかい庭にさあの何があるのかと思えばなんか錆びついたなんか芝刈り機とさ、それから去年からずっと置いてあるなんかあのハロウィンのかぼちゃをカラスにつつかれたやつみたいな、そんな、うん、なんか持て余してるよ、もったいねえと思うもん、そっか、そこに住みたいよね。住みたいね。でもね、でもからでいつ頃行ったの。去年の11月ですね。11月、はい、夏に行くとさほんとカラッとしてんだよね、うん、空気が。あでも乾燥はほぼ1年してますよ。そうだね、はい、なんかだからそのジメジメ感がないというか、あ逆に乾燥しすぎて困ることもありそう。静電気とか。そうだよ。あいや大敵。やだ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 。一番はでも喉ですよね。喉とか、はい、そうね。小田急はロマンスカー貸し切り運転してる。そうなんだ。ああロマンスカーだったらあんまり止まんないから。うん、なんかそれこそ儲かってる専門学校とかやりそうだよね。あとあ私立の高校とかさ。ロマンスカー貸し切りで乗ったことある。あ出た。幼稚園の時。幼稚園遠足かなんかで。うそ。多分貸し切りで行ったんじゃないのかな。あれすげえ幼稚園だな。貸し切りじゃないのかなすごい幼稚園だ。ただ切符をみんな買ったっていうだけ。貸し切ってはいないじゃん幼稚園全員で貸し切れるってすごくない。あれあなんか写真がみんなほら何百人いんのよその幼稚園なんかみんな園児だった写真があえロマンスカーだって何人ぐらい乗れるの。わかんない。でも修学旅行とかそういう時には貸し切りにならないの。多分ねあの江ノ島とか行く時には ね、うん、ありそうじゃない。ねありそうではあるけど。でもあナーベさんだコミケお疲れ様です。カオリの天敵ナーベおかえりおかえりなさい。一両で足りるよね。嘘足りるでしょうよ違う。一両三両ぐらいかな。あでも中学でなんかでも車両単位で貸し切りはできるかもね。そういうのあるのかな。そういうのあるだろうね。そっかそっか。だって逆にその、そうだよね車両貸し切りだよね。そっかこの1両2両とか3両とかその、うん、だかそうしないと迷惑がかかるみたいな。あそうだよね他の人と一緒だとね。ね、うん、だと思うよ。ロマンスカー丸々貸し切りはしないでしょきっと。あ、ね、でも私京急のキャンペーンガールやってた時に、うんはい、電車でなんかイベントやったことある。お座敷列車みたいなやつ、ね、うん、うん、普通の電車だった。普通の電車でえなどうやったの。何したんだろうなんか鉄道キャンペーンがある。鉄道端から端までこうずっとなんか歌いながら歩くとか。なんかお客さん窓ガールの格好してこうやって。そんなことはしないけどなんかいくつか催し物があったんじゃないのかな。あったんじゃないかなって参加したんじゃないんですか。それでなんかそれで最終的にはマリンパークに行くみたいななんかそういうイベントがあった気が。へえ。今電車で思い出したんだけど。うん。ねえ。
前でもあのキャラメルボックスって俺の好きな劇団あるじゃない、うん、あそこの劇団が新幹線で芝居やったんだよね。動いてる中でなんかね新幹線をジャックするみたいなのがいて、うん、それで犯人とのやり取りみたいのとかをそれぞれお客さんは普通に車両に乗ってんだよ。座ってるの？そう。それでその中で芝居をするの。だから各寮で一個ずつ芝居をやらないと伝わらないでしょう。ですね。全車両で一個の車両だけでやっても、そうだよね。その代わりその犯人がダーッとそのあれを逃げていくところとかは端から端まで走り回ったりとか。なんかリアルな感じよ。そういうのやってたね。なんかあれ面白そうだなと思ったんだけど、だからそれを見る人たちもその舞台を見るようなつもりで新幹線に切符を買って乗ってる、うん、それ面白そうだな。面白いよね、はい、あの発想すごいなと思ったけど。鹿児島の市電は2時間2万円弱で貸してくれるんですよ。うっそあら割とお安い本当に、ね、えそれ全部、うん、市電の1両とかじゃなくて、でも1本分でも多くても両編成とかじゃない。そっか、 2,3 両でしょきっと。400人集まれば1編成も丸々貸し切り、すごいね。いろいろあるんですね。ね、知らないだけで。キャラメルボックスが新幹線になったっていうの、劇団新幹線のね。ややこしいけど、それや何がややこしいってさ、それをさ、うん、生で見てる人はまだその自分の車両だけの世界でいればいいけど、あと、うんうん、で VTR で見たら、うん、全車両の分がどん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 流れてくるから、もうわけわけない。そっか、そうだよね。そう、それで同じ演技をここの車両でやったら次同じ演技を隣の車両でやったりとかするから、もうわけわかんないVTR で見ちゃいかんなっていうことは分かった、あ、ジュネスさんが、おっと何、ここぞという時に来るね、ジュネスさん。何してた私、サンタエクスプレスなんだ。京急サンタエクス、もう一言これです97年。いやいや、カオリンが若い。僕2歳です。わおあ、でも早生まれなんで1歳かもしれないです。わわ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 、97年12月21日。あ、こんなページまだ残っているんだ。サンタエクスプレスで行く油壺マリンパーク、ね、1号車から順に各車両を挨拶して回って、うん、その後にサンタの衣装を着たお姉さんお姉さんがやってきてビンゴ大会が始まり、あ、当たりませんでした。私は大したことしてなかったねビンゴ大会の参加者で余裕をいただいて、うん、サンタの衣装を着たお姉さんたちのノリがすごくて圧倒されたってことは、カオリンは特にサンタの衣装も着ることもなく、ない、ね、この普通の写真で見るような普通の格好で、そうだね、各車両も挨拶して回ったって。そうみたい普通になんかあの選挙前の議員がやるようなそうだね、わかんないけど、で演説ってことですよね。うん、あ、でなんかいろいろいただけて嬉しかったけど、肝心の古谷かおりちゃんに会える時間がとても短いまま宮城駅に着いてしまいましたえ、そっからバスに分乗してマリンパークに向かって、でかおりちゃんは先に着いていて、家族連れの参加者の求めに応じて撮影されていました。便乗して撮影しようかと迷っているうちに京急の人に促されて行ってしまいましたひどいね戸惑うことが多くて容量が悪かった。私も戸惑ってたんだと思う。古谷香織ちゃんと一緒にイルカアシカショーを見ました、うん、一緒といっても広い会場で暗かったので古谷香織ちゃんは見えませんこれジュリスちゃん、これ痛いよ私ひどくない？かわいそすぎない？なんかえ、1時半からバーベキューを食べて、うん、3350円の参加費に含まれ、そんなに払ったのに、カオリンがふーって挨拶して通り過ぎただけで、写真撮ろうかなと思ったら促されて行っちゃってこれ、ね、きっとメインはあのショーとご飯なんですよ。でもでもよかったよかった、ショーをカオリちゃんと一緒に見ようと思ったら、うん、広い会場で暗かったのでカオリちゃんは見えませんでしたってなんか
ショーは暗いよね。ひどいじゃん、なんかそれで。でもほら、よかったよ。お肉が、よく火が通って美味しかったですって。でも私は他の場所で食事してました。一緒にせよ、じゃん、これ。わかんない。なんだ、この。失礼なイベントやわ。わかんないよ。何してたんだろうね。それで一番最後、イベントレポートを書いたのは久しぶりなので、思い通りに書けませんでした。もうジュネスさん、思い通りにならないことだらけで、かわいそうすぎるじゃないのよ。え、あ、そのイベント列車乗り損ねたんだって、プラレールさんが。うっそー、よかったよ、乗り損ねて。乗ってたら、えらい目に遭ってたよ。懐かしいね。あ、出た、ナーベさん。これは眉毛を描いてるんですか？違います。地毛です、地毛。もう、ガオリンがナーベさんのコメントに反応した時のもう声が違うもんね。ホームルームの時になんか、いつもなんかね、意地悪ばっかりする男の子、先生は何やいくんだいつもこんなことするんですけどみたいな、うわ感じよね、なんかね。あれ、ナンパしまくっている高さんが。あ、本当だ、ナンパしまくってる。値段的にそれほど変わらない。何、三浦マグロ切符とかあるの？マグロを食べに行こうみたいな。それ美味しそうだね。あ、ん？カオリンは20日誕生日でしたか？いいえ。私は今日。高さんじゃおめでとうございます。ちょっと、この、三浦マグロ切符で行く油壺マリンパークみたいなやろうよ、カオリン。なんでよ。みんなで。二の前になっちゃうじゃん。大丈夫？サンタエクスプレス。昔とは違うわよ、つって。もう、車掌もやるわよ、みたいな。でも、一緒にイルカショーを見たら暗くなるよ、やっぱり。他のアプリケーションいろいろ立ち上げてて、ちょっと待ってね。これがいいのか。でも美味しいんだよね、三崎のマグロ。ねえ、なんかそういう企画じゃあ立てる。マグロ食べツアー。中落ちって食べてみたいです。食べたことないの？ないです。僕は赤身と中トロだけです。なんで笑ったんですか？今鼻で笑ったね。大トロ食べたことないですよ。いや、別に赤身中トロ食べてればそんな。まあね。うん。食べてみたいんですよ。せっかくですし。いや、でも食べても、はぁ、これが中落ちか、じゃあ、中トロみたいな、そんな感じになるってなんか。そんなにじゃあ、衝撃がないのかな。そんな衝撃ないよな。わかんないけど。三崎マグロ切符、どれ？お疲れ様です。ブラックアウトしてたね、やっぱね。ごめんなさいね。お塚くんも、そっか、2歳だもんね。2歳なんて覚えてないですよ、僕。そりゃそうだよ。何があったんだろうっていう。ねえ、ちゃんと写真がでも、ジュネスさんってやっぱり偉いね、こういうの。それでもう発言はしないんだね。これですって言ったけど。今多分期待だろうね。昔のレポートをこうやって読みながらちょっとブルーになってるんだろう、ね。なんでそういえばって。そういえば。すぐ行っちゃったなとか。美味しそう、マグロ。ご飯遠くで食べてたなとか。暗くって見えなかったなとかさ。名残雪イルカショーならって。
マキシムスタイルさんもこんばんは。あ、どうもこんばんは。こんばんは。へえ、いいじゃないですか。ねえ、素敵ね。カオリなんか今またやろうよ、そういう鉄道のツアー。ザカさんに企画してもらって。鉄道のツアー？今度はもうあの四六時中カオリさんがいるっていう企画で。ずっと。いるよ。絶対にどっか行きません。ご飯も一緒。いるよ。ショーも一緒って、うん。ずっとみんなと一緒にいるよっていう。いたんだよ多分経験の時も。広かったんだね。あ、電車の中で途切れてる。そっかそっか、すいませんね。なんかね、そういうのでも面白いかもしれないね。うん、でもすごいね、あの常磐特快くんなんて本当若いのに。まだ19歳。同じ年じゃない？あ、同じ年ぐらいか。ですね。それで電車貸し切るんやで。それ交渉するんだもん ね、 ね、自分の配信をやるんやで。すごいね。引きこもりのお前とはえらい違い。別に引きこもってるわけじゃないですよ。出かけるときは出かけますから。コミケも行ってきたから。そうだね、コミケ。コミケしか外出ないわけじゃないですから。ひどい言われよ。ファン3人で行ったので楽しかったです。そうなんだ、よかった。一緒に喋れる人がいたんですね。いやいや、でもその3人は君と喋りに行ったんちゃうの。写真を撮ったりとか。ジェネスさんからしたらわしのカオリンへの言動って許せないのかな。どうだろう。どうだろうね、カオリンが許せないくらいだからね。笑ってると思いますよきっと。そうよね、受けてくれるよね、うん、ジェネスさんなら。ジェネスさん温厚だからね、本当にね、仏様みたいな人やから。あの、不思議なことにさ、普通さ、うん、さっきのジュネスさんのレポートみたいな内容でさ、うん、せっかく行ったのになんか香織さんは素通りしちゃいました、短かったですとか、なんか怒りを感じるじゃない、はい、本面に普通だった、はいはいはい、でもジュネスさんが書いてると不思議なもんで全くそういう怒りを感じないよね、なんかね。本当のレポート、ただ本当にレポートで、うん、時間は短かったですみたいなさ。あ、よかった、マリンパークのゲームセンターでゲームやったら商品ゲットできたって。いやいや、そんなことをしに行ったわけじゃないでしょうかよ。もともとは香織さんに会いに行ったんだから。いや、一回普通にさ、普通になんかそういうふうにちょっとそこそこのお金払ってさ、そんな目にあったら俺文句しか書かないよ。嘘。頭に来たことしか。嘘。それをちゃんとさ、肉がよく火が通ってて美味しかったですって書けるジュネスさんが偉いと思うよ俺は。優しいよね。優しいよね。寒中水泳をせがまれる男って誰のこと。そっか、同い年なんだね、ため年なんだね。お塚くんも19歳だもんね。そっか、ね、この3、うわ、この三者三様やな。何がですか、三者三様って。序盤とかいくとお塚くんと。でもみんなそれぞれ似たところはあるけどね。そうですか、ね、うん、なんかなんかなんか、そのあの偏り具合とか。何ですかそれ。偏り具合っていうとあの響き悪いけど、はいはいはい、そのなんかも一つのものへの熱中度が、うん、なんかいいことじゃないですか。いいことだと思うよ、すごく、ね、だいぶ言葉を選びましたね実際。言い換えただけやん、ね、最初にあまりにもストレートに言ってもうたから。ザクさん企画貸し切りよろしく。人任せな。右上の方、俺じゃないよね。あ、右上の人は初めての人もいるんだね。大木さんです。それはお世話になってます。どうも。えって言って今後ろを通り過ぎたのが大木さんです。さすが動じない大木さん。ね、そしてレシフェルと言います。はい、今金曜ハミングで交通情報を、もう一回ちょっと立ち上がって胸の小さくの天気予報を読んでくれています。大丈夫だ、問題ないっていうこの T シャツを着て、問題だらけの男は。問題ないです。こんな T シャツでね。こんな T シャツで大丈夫か。声優の専門学校に通っております。はい、どうぞよろしくお願いします。声優になった時はぜひお仕事をください。あ、今19歳って話だけど、さっきの写真19歳です。そういえば時を超えて
あ、でもどっちだろうね、ルシフェルの眉毛とどっちだろう、ね、ちょっとそこ比べんの。僕ってちょっとでもないや、ハーフだからちょっとじゃないや、半分外国人なんで。そうだよね、まあ少し結構濃いもんね。そうなんですよ。でもカオリンのこれ見てどう思う、見える、カオリン、カオリンの眉毛ちょっと、これはもうあれ時代ですよ。これどう、この頃のブームがこういう眉毛だったとか。そうそうそう、これどう、どう、え、普通の眉毛じゃないですか。いや勝負できるね、でもちょ、でもちゃんと整えてますよこの時も。うん、整ってるよ。だからその整いすぎの感じが気持ち悪いんじゃん、うん、あ、そうですか。おしゃれって難しい。難しいね、おしゃれって難しいよ。なんかこう本当に星飛雄馬の眉毛みたいよね、なんかね。星一徹でもいいんだけど、すごくないですかそれ。これの倍ぐらい太いですよね。そうね、そうね。そしてちょっとつながり気味ですよね。そう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 。フレア香織ファン向けのイベントではなかったので、仕方がない面があると思います。もうなんて心の広い。優しいね。いや俺だったらもう車掌捕まえて、俺いくら払ったと思ってんだよ、ね、つって。古谷横さんかいつって大暴れやで。嘘。古谷出せ古谷つって。それはもう大騒ぎさ。そうね、飯島直子さんとかも、飯島直子さんもこういう時代があったんですよ。ね、その後すごいあの眉毛を整、あの細くなって整えて、それで一気に人気出たのよね。確かね、あれを時代を先取りしたのかしら。おお、ね、未来を言っていたと。難しいよね、女の子のあのファッションって。あのほら、なんだっけ、80年代とかの写真見ると流行ったらしいですね。みんなこんなになってて、あれちょっと見ると笑えちゃうでしょ。なんかどんなんでしたっけ、セコちゃんカットって。なんかさ、ここクリクリってパーマがかかって、ウェーブでこうなって、こうなって前髪がこうなって、こうなってこうなってこうみたいな、こうなってこうなってこうみたいなやつ。綺麗なんかあのこうなってこうみたいな、綺麗に整ってるなんかね。聖子ちゃんカットっていうには、なんでしょう、アイドルだったんですよね、その松田聖子さんでしたっけ。そうそうそう、でその髪型が流行ったんですよね。そう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 、今の西さんのって可愛いじゃなくて強そうでしたよ。髪型が鎧に近い感じがね、したけれども。そうですね。鎧でしたね、今のは。あ、え、カオリン、98年の札幌雪まつりに来てたの？行ったかも、その頃。多分98年ぐらいだね。あゆみちゃんと、そうね。行って、二人で、ソフトクリーム食べて。ソフトクリーム食べて、寒い寒いって言ってた。って、言いながら、ソフトクリームを食べた思い出。まあ、二人するってバカだもんね。だってあゆみちゃんが、北海道といえば、美味しいソフトクリームがあるんだよって言うから、え、本当って言って、乗っかる方もどうかと思うで。でも寒いね。雪の中寒かったよ、美味しかったけどさ、ね、あゆみちゃんもそういう痛いとこあるけどね。いやいやいや、それをこう突っ込めない香りもそこそこ痛いんじゃない。乗っかっちゃったんね、だからそれのステージあったもんね、なんかね、そういう。そうそうそう。雪でできてるのあれ。雪雪、ね。うん。すごいよね。うん。そう、スッて乗せてくれたの、これも。あ、そうなの。今井美樹さん。雪ね。おなるほど。懐かしいね。見た？その雪祭り。見ました。雪祭りにジュネスさん行ったの？違うよね。JPEG さんが撮影した写真です。あ、私は行ってないですって。あ、びっくりした。陸上自衛隊真駒内駐屯地。ってところ？札幌、あ、札幌なんだ。へー。まあなんかね、マフラーしたり手袋したり足を出したり大変ね。寒かった。どうしたいねんっていう。
やっぱおしゃれしなきゃいけないんですよ。だいぶ頑張ったと思うんだけど、一応スカートだし、ね、そうだよね、でも寒いしみたいな。女の子大変ね。マキシムスタイルさんが上げてくれたのは何、今日なんか何みんなして私の過去を。大丈夫だ、問題ないの、初タンプだって。これ初タンプ。ルシフェル向け。そう、これはルシフェル向けの初タンプ。へえ、すごい。私は言ってないです。ああ、これもそうなんだ。え、こんないろんな格好したの、日にちが違うのこれ。2日ぐらいいたかな。あ、そう、2月9日と10日。ああ、なるほど。 9日の日に割とミニなスカートで、それに懲りたのか翌日はパンツになるっていう。パンツでコート着てるっていう。やっぱり寒かった。あ、ね、あ、この青いコートは多分リハーサルの時ですね。ああ、そう。大変ね。リハの時は髪を下ろしてて、本番で髪をまとめて、うん、そうだね。へえ。でもほら雪降ってるんですよ。このそうなんだ、本当だ、すごいね。もうこの時点で自分で曲作って歌ってたんですか。この頃はあれですよ、プライマリーの頃ですよ。日産98年。あれ98年でしょ。あ、そっか、の夏秋だもんね、うん、その前か、 CD の前だね。でしょ。はい。分かんなくなっちゃう。だからこれはそれこそ森高千里さんの歌とか、あ、カバー曲とかを入れながら全部か、全部君のせいだよを歌ってたんだね。ね、全部君のせいだよっていう名曲があるんで。はい、それを歌ってたんでしょ、ね、すんごい力んでてね。もう元気元気で歌い切った感じの歌です。すごい、なかなか今からちょっと想像できないぐらいパワフルよね。そうですか。今あのパワー出せって言われたらちょっとワンコーラス持たないでしょ、うん、吹雪で雪祭りまで間に合いませんでした。道東をバイクで走ってたんで。雪すごそうだな、北海道って。もうね、雪が口の中に入って歌えないっていうのは初めて聞いた。そんなことあるんですか。入ってくるんだよ口の中に。すげえ。前バンドでのライブをさ、なんていう野外で、どこだっけ、筑波の方でなんか野外のステージみたいなところでやった時に、はいはいはい、あのなんか知らないけどみんな先にやりたがるのよ、うん、他のバンドが、はい、でちょっと時間できちゃったけど、いや繰り上げでじゃあやっちゃいますみたいな感じで、いやお客さんのこと考えたらね、もうちょっと後にやってお客さんが入ってからにすりゃいいのにと思って、え、じゃああの皆さんはあの最後の鳥でみたいな感じになって、あ、さすがに俺ら東京から来ると鳥を任されるんだみたいな感じになって、うん、まあ事務所にも所属してるからねみたいな、そういう態度でいたら、あの夜になるとあのライトがついて虫がものすごい飛んでくる、うん、うわ歌ってると口の中に目がけてくる、やだうわーやだーあいたやだあいたみたいな。もうなんなんあの大きいのが入るなんか終わってからもうあのとりあえずとにかくうがいしてピカってやって、もうね歌ってるとボコボボンボン入ってくる感じがする。もう絶対経験したくない。もうねはめられたと思ったわ。でも確かに道理でみんな早い時間、明るいうちに明るいうちにやろうやろうって。ライトがつく前に終わって出してしまうもんって。そうなのよ。そうだった。そうやってはめられたことがあった。でも夏祭りとかで司会をやっぱ夜とかさせてもらうと、うん、やっぱり虫いっぱいいましたね。そうだよ、ね、ライトに集まってそうなのよね。って思いながら司会した思い出はあります。あ、かおりちゃん2つ、あの京急のキャンペーンガール時代の水着写真が出た。お宝ですよ。皆さんいろいろ皆さんどんどん保存してね。夏の海三浦海岸っていうやつね、いっぱい貼ってあったやつでしょ。あ、ね、ポスターですかね。ね、うん、どういうか分かんないけど。
アプリから拝見してくれてるタカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、いろんなことをやってんのね、かおりもね、頑張って。イゴールヒロちゃんちえさんに来いって言われるとちょっとなんかお前もだお前に言われるとなみたいな、ね、なんかな怒りしちゃうよね。ね、そんな感じで今日は、はい、今日はあの僕さっきね、はい、ちゃんとあの強強打破は飲んだんですけど、おミンミン打破だ、どっちが効きます？強強の方じゃないの？強強の方が効くよ、強いだもんね、うん、強い強いだもん、そう金額も違うんだよ違うんだ、値段も100円ぐらい違う、え、そうなんだ、おだからやっとあの金曜ハミング中は結構寝そうだったんですけど、何回も、あら寝そうだったんですか、うん、全然気づかなかったですよ今日さ、もう本当にあの寝ようとしたのよ、何回も寝ようとしたのよ、はい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 、はい、今日朝ぐらいまで6時7時ぐらいまでちょっと編集の来週分のミュージックボックスの編集をしてたのね、でそれが60分の大体58分58秒のだけど、それでこの間ほらね一緒に、おいとかおりんとそれからその山作りがそれをね特集した、はい、特番を撮ったの5週目だから、ミュージックボックスは4週目までパーソナリティがいるんだけど、はい、5週目はいないのね、はい、8月は来週が5週目なの、そうなの、そうなの、でそこは山作戦がちょうどそのアルバムを出したところだから、そのアルバムを特集して、うん、アルバムを全曲紹介しながら解説しようっていう、はい、そしたらなんか話がもう弾んじゃって、もう気がついたら1時間半喋っちゃって、喋りすぎ喋りましたね、ちゃんと時計を用意してて曲もね、うん、ワンコーラスぐらいで喋り出してとかしてるから、だいたいその時計の通りに喋ったらだいたい収まるみたいな、うん、でまあ多少編集でなんとかなるかなぐらいなんだけど、はい、もう途中で諦めてねもういいやあとは編集で喋るだけ喋ろっつって、それで1時間半やってまたブラックアウトした、ごめんなさい、多いね今日は、そうなのよ、もうちょっとですね、62分はね、そうなの、あと4分ぐらいなの、はい、でもその4分削るのって結構大変なのよ、トークをね一つの話を削るぐらいみたいになっちゃうから、でそれをさずっと先にやっとこうと思って、いつもは月曜日に編集して金曜日のやつをやったりするんだけど、はい、今日放送日のうちに今日やって、それから来週かけてもう1回ぐらい手直しをしてなんとか時間に収められるかなと思って、で朝までずっとその編集やってたのね、はい、で帰って、で、ね、ちょっとシャワー水シャワーでこう頭だけ洗ってもこれでバタッと寝ちゃおうと思ったんだけどさ、寝たら寝ようとするともうなんかね朝一でなんか電話があったり、うん、そうだ、その電話の内容を後で香織に伝えなきゃいけないの忘れた、後で言って、後で言って、なんか電話って何って言えば、うん、それで朝で一度電話があって、それで起きて、うん、それでその後でまたなんだここでもうちょっと寝れるかなっていう時に、うん、後ろの方でニュンってこう聞こえて、トムが呼んだの、トムが呼ぶのよ。もうトムと思って起きて、寝ましょうよ。トムほっとけへんやろ。死にませんよ。死ぬわよ。どうなん、なんかお
腹すいたよとかトイレ行きたいよって言っても放置してたらどうなっちゃうんだろうね。放置して次パッと立ち上げてこんな死んじゃってたら怖いよね。やだよね。なんか骨と皮みたいな。やだ、そんなことないんじゃないですか。それ怖い。それでさ、それもこうやって、それでまたなんかメールが来てピボーンとか言われたりとか、うん、それでなんかつまんない、なんか金曜日の朝だからかなんか知らないけれども、なんかメルマガとか、この後は訪れる新しい世界に興味はありません、やめしろ何それそんなのがピンポーンつってやってきたり、それでもうあと1日、あともう11時ぐらいになって、11時過ぎちゃってもうお昼近くなって、はい、もう1時間か2時間しか寝れへんやんと思って、うん、もうそれでももうちょっと寝ようと思って、それでこうやって寝たらなんかまた携帯から、うん、なんかコンキンコンキンコンキンみたいなやつがなんかそれフェイスブックかなんかでなんか来た時のとかメッセージが来た時のやつで、はいはい、何やと思って、もうこの間フェイスブックでさ、いろんなのが来るじゃない通知が、うん、で、うんうんうん、その通知をね全部なくした、コメントにメッセージをくれましたっていうのも、うん、あと DM が来た以外は、うん、直接のメッセージが来た以外はもう俺のところにはそういうピンポンっていう通知は来ないっていう風にもうしたのよ。だからもうFacebook もそのまま安心してそのまま放置してたの、通知音みたいなのが鳴って、あれ何だろうと思ってまたちょっと気になって起きて、うんうん、メッセージが来たのかなと思ってパッと見たら、誰々さんからポケが送られてきて、ポケって何やねんポケの通知オフにすんの忘れてたなんて言うんだっけそれ、ポケじゃないんでしょ。前はなんだっけ、挨拶をくれましたみたいな、うん、誰々さんがこんにちはとかそういうこと、そう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 、誰々さんが挨拶を送ってきましたみたいなそういうやつなの、うん、寝る直前なのにいやーこんにちはこれはそうなの。それでポケがやってきて、最後はもう電源を切って電源を切る前にカオリンに一言だけメッセージ、これから寝てみますって送って、あそれで寝た。私でもほらちゃんと気を使って返信しなかったですよ。でもどっちにしろ携帯の電話入ってなかった、ね、あそう返信されてもね、そっか起きてから全部確認しましょうよポークっていうの、あポークっていうの、ポークポケ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 ポークポケ、温泉に入るんですって、鞍馬温泉、へえ、なんかかっこいい名前だな、鞍馬温泉、合ってる、露天風呂、鞍馬温泉いいね、それで電話ってガウリンが言うとはって答えるであろうにし忘れずに聞かないとね、電話、そんなね、そんなことがあって結局寝れなかった、もう寝てないんですね、寝るのをやめた今みんな俺にそのポケを送らないように今だったら通知するのかな、ピボーンって来るからやめて、本当やめて、するなするな、通知オフにしないで、もう緊急用に取っときましょうよ、みんな眠いポケ送ってって言ったらピンポン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 、目が覚めるっていうなるほどね、はい、するなっていうのはしてっていうこと、違うわ、ポークって豚、ポークポークポケポポケポケの方が可愛くないかな、前は挨拶だったんだよね、それをなんか挨拶だったっけね、そうだったよね、それがなんかある日気がついたらなんかうるす、もう来たよ俺やかおりさんからポケがありました、やかましいわちょっとやってみたいじゃん、そしてトムもなんかトイレに行きたいって言うし、またトムですか、トム大変よ、もうそれでさ、さっき
ょっと洗ってあげるね。しろっていうふり。うんって言うてるやん。トムも。シャワー。あれ？そうそう、押すな押すなと一緒。違う。もうあの、じゃあ放送中に西さんがトムを触り出したら、みんなでそのポークだかポケだかを送りまくるっていう振りでさ、うん、押すなよ絶対に押すなよっていうのってあるけど、あのあれって千原ジュニアさんが初めて熱湯風呂を経験したんだって、うん、で、うん、誰かの振りで、あの坂さんありがとうございます。上田にムツゴロウさんからポケが来た。え、だから振りだもんね。振りちゃうわ。ちょっとみんな西さんが送るなって言ってる。すなあ、坂さんお疲れ様でございました。それであのそれでさ、あのジュニアさんってそういうのやるキャラじゃないじゃん。あ、だけどなんか誰かがふざけて、ジュニアさんまさかあのやめてくださいよジュニアさんなんて言われて振られたもんだから、うん、ジュニアさんはなんかふと、あ、俺そういえば一度もやったことないと思って、でも俺はそんな、いや、そういうのはやらないみたいな、そんなキャラじゃないし、うん、振られたら俺はあの芸人としてやっぱりやらなきゃと思ってこう脱いだら、みんながちょっと引くぐらい、いや嘘でしょみたいになって、うん、でもジュニアさんもうそこまで脱いじゃったから、うん、引っ込みもつかないし、こう熱湯風呂の上にこう行ったんだって、うん、だけど実際行ったら落ち方が分からないんだって。ああ、やったことない、やったことがないから、え、この後なんか、え、どうしたらいいんやろうって言ったら、そこで出川さんが、ジュニア気をつけろよ、熱湯風呂は手が滑るからな。手が滑るんやーと思って、うん、つるって言ってバシャって言ったんだって。教えて、そうやって出川さんが教えてくれたのかな。うわー、すごい。そんなポケポケすんなっちゅうねん。ポケ。まあそんなゲーム好きのルシでさえ呆れてることを西さん自覚してください。可愛いんだよ、だって。そうだよ、可愛いんだよ。でさ、さっき北海道のあの誰だっけ、新しくね今始めたゲーム、これがね、はい、タイトルは何ですか。タイトルは何ですか。音がおどろおどろしいでしょ。ちょっとあれ、現在地が出てこない。あれ、ちょっと待って、タイトルは何ですか。 音だけ怖いね、なんかね、なんかスペイシーな感じ。ホラー系ですかそれ。 SF チックな気もするね。あ、あるわ、これね、イングレスってやつ知ってる？知らないです。Google が出してる。あ、すごい、弱いちゃんも分かった。イングレスだ。そう。音で分かったの？ね、有名なの？人気なの？すっごい結構流行ってるんだよね。で、これがさ、ちょっとや、あの面白そうで、今で入れたばっかりなんだけど。うん、散歩とか。あ、散歩？そうなの。散歩させるの？散歩、自分が散歩するの。自分が散歩するの。タイトルはイングレスですって。イングレス。そのイングレスはホラーなんですか。うん、ホラーではない。ではない。 SE がちょっとホラーっぽいだけで。そうなのよ。なぜならばこれね、壮大なゲームなんだよね、なんかね。おお。ちょっとね、これが、あの今度教えてあげるね。あのなんか自分、Google が出してるから、Google マップと連動してて、自分の現在位置があって、それであの、あの、なんかね、スマホ推奨アプリだね。そうなの。なるほど。いろんなところにこう、あの、ね、ポータルがあって、で、普通に例えばここ、あの、うちのところでまずダウンロードしてやったら、あの、視聴者が近いじゃん。その視聴者のところの、あの池にこのポータルがあるのよ。それでそこの場所に歩いて行ってハックすると
なんかこうポータルをゲットできるのよね。あ、実際に歩いていかないといけない。そう、ただ歩いてもさ2キロ先とか1キロ先とかだと歩く気しないけど、結構100何メートルの圏内にあるの。あ、行けそうな。そう、だからうちのそばだと、そのうちのそばにある神社があって、そこの鳥居のところとか、で視聴者のその石のオブジェがあるところとか、そういうところに行って発掘するとそれがどんどんゲットできるわけで、歩いて行っていろんなところでこうするとなんかいろんな攻撃ができるみたいなのとか、足筋肉痛になりますよってやったんだ ね。ちょっとやってみたいよね、これやると。リアルバーチャルな陣取りゲームなんですって。あ、なんかちょっと分かってきた。あ、じゃあ人と戦うんですね。そうそう、あの2組に分かれるのよ、そのなんて言うんでしょうね、正規軍かあの革命軍かみたいな感じの、はい、そういう風に分かれて、なんかそういうで分かれてみんなで歩いて陣を取り合うと。そう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 。ソリさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとこれ楽しそうよね。うーん、なんか運動不足解消になりそう。なりそうだよね。歩いて散歩して。結構なんかあんまりこの iPhone とかのアプリをあんまりやらない、ゲームをやらない人がなんかこのイングレスっていうのが面白い面白いってすごい言ってて。うん。それでなんか散歩にもなるしみたいな話を聞いてて、ちょっとやってみようかなと思って。すげえあるんだよ、なんかいっぱい。これどこだ、相模原、あれだな、これなんだろう、西門にあった。お、すぐそこじゃん。そうなのよ、こういう割とすぐのところにあるのよ。ちゃんとその写真が出てきて、面白い。へえ。ね、それをハックするとなんかそう、またんー、まあアイテムゲットするようなもんなのかしらね。日産8時を回りましたよ。そう、町田は俺が守るよ。日産がそろそろお題に行ってください。21時からエヴァ序章が始まるので。3週連続でやるんですっけ、エヴァは。本当、そんな話を聞いたような。いや、間違ってるかもしれないんで、ちょっと、じゃあ数字は今日の、今日もやだ、9時までやらない。やめましょ。眠たい人、痛いし、何やってる。今日はじゃあカオリンが数字決めようか。いいの、決めて。いいですよ、いいって。はい、じゃあ決めるね。決めてちょうだい。じゃあちょっと待ってね、画面をルシフェルに切り替えるからね。イエーイ。とりあえず困ったらダブルピースにしとけばいいんですよ。覚えておいてください。カオリも昔から写真撮るとこうするよね。最近はもうダブルが卒業した。ダブルが卒業した。真珠やんないですよ、僕は。あ、そう。はい、ビデオカメラとかだったらやるかもしれないんですけど。ああ、なるほど。はい、お塚くんも10時からユーストやるので、数字を、じゃあ10時になったら。だからそんな嫌がらせやめましょうよ。誰も得しませんよ。10時になったらって俺か。ワクワクするね、そんなんね。なんか俺車とかで行っちゃいそうだよな、最後には。ストップウォッチアプリで決めちゃうパターンかな。今日は違う、今日は違うらしい、うん、なんか意味合いがあるらしい。意味合いがあるときは大抵当てられるらしい。え、あの可愛いイラスト付きで、え、数字も一緒に。絵とか描くっけ。絵描かない。描かないよね、かおり。絵、可愛いイラストが見れる日がなかった。いや、書いてみましょう、せっかくですから。あのほら、みんなさ、あのうちの番組では、あの FM、 FM さんじゃない、あの町田ウエストボックスでは、はい、結構その大喜利的なことをやるイベントとかが多いのよ。はいはいはい、はい、かおりのやってる古谷かおりのフェミニンな午後っていうのもあのあるんだけど、でそれで
みんなが出演してる女の子たちがみんなこう何か答えを書いてこう紙を出すみたいな、はい、画用紙を全員に渡してね、はい、そういうやつ結構やってるわけ、はい、でお題を出してそれでみんなが考えたやつをこうやって書いて出すみたいな、はい、で大体女の子だとこう書いたやつにちょっと可愛いイラストとかをつけてついてますね出す子が多いんだけど、はい、古谷香織は本当に綺麗ななんか楷書体みたいな字で答えを書いてダンって出すんだけ。私でもウエストボックスのボードには絵描くよ。あ、そう。イベントのボード。あ、そう。でさ、その書いたやつをさみんなにプレゼントしようなんて、はい、お客さんにあげたら喜ぶんじゃないかと思って渡そうとしたんだけど、カオリのこうやってめくっていくとただ字が書いてあるだけでさもうなんだか何をやってたかそのお題が書いてないから分かんないのよ。なんかしかもすごく真面目な真面目な字で習字かみたいな。ペッス絵は描かないの描かないのよ堅くなになんか簡単なやつなら描いてくれるかもしれないですよ。ウサギとか。ウサギは簡単なのかなねえ耳描いておけばね。はいはいはい。ドリアンとかも簡単じゃないですか。丸だけトゲトゲやればいいんですから。俺パタリロうまいで描くと。まあ僕の絵は平均レベルなんで、そんなに見せても面白くないんで。あ、そうだ。今日番組の途中でちょこっとだけ言いましたけど、世界の本田さんから今ポケがありました。ありがとうございますいい加減にせようん、9月の、あ、9月じゃない、来週の、8月26日の西ラジは、はい、12時から3時に1時間拡大放送でお送りすることになりました。3時間の生放送でお送りします。3時すごい、できた数字決まったそうです。それで、その直前まで、町田ウエストボックスで斉藤真理のダイブイントユーストリームっていうイベントをやってて、そこの MC を僕前説とかから MC をやってるので、はい、それでその日のダイブイントユーストリーム毎回斉藤真理にプラスもう一人ゲストが加わるんですけど、そのゲストも決定しました。なんとその日のゲストは古谷香織さんです。イエーイ、よろしくお願いします。ボリュームゼロの時に、はい、テスト配信的な感じになっちゃったけどね。喉が鳴ったその第1回目のダイブインというストリームのゲストが古谷香織だったんですけれども、うん、今度のにお迎えして、はい、ダイブインというストリーム、はい、でそこの中でも結構ツイッターとかを絡めた、うん、大喜利コーナーみたいなやつもありますんでね、皆さんもぜひ参加していただきたいと。そしてぜひ会場に遊びに来ていただきたい。そうですね、ちょっと急になってしまったので、ぜひぜひ応援に来ていただけると、ね、遊びに来ていただきたい、嬉しいです。それで、それが終わってすぐにこっちに来て西ラジ、ね、すごい一日になりそうだね。それで3、それがしかも3時まで、3時まで夏休みスペシャルで、斉藤真理ちゃんもそのままゲストに来てくれるっていうことで、ちょっと盛りだくさん な,、はい、な夏休みの8月最後の日立ちになりそうです、はい、ハードな一日になりそうですね。 その3時間あるんで、うん、その日に、クイズ一回り対決の出た勝負をついに決着がということになりますね。ダイブインというストリームに、そうです、カオリンが登場します。お邪魔します。それで西ラジにマッピが登場します。斉藤真理が登場します、はい、そしてクイズ一回り対決の結果が決まります、うん、果たして優勝は、もうでも決まってた。優勝っていうか罰ゲームをかけて2人でやってる。そう、罰ゲームは何ですか。
古谷香織が負けたら、はい、9月の14日に今ラジオのイベントをやろうとしてるんですよ、はい、9月の14日の日曜日に、うん、金曜ハミングと西ラジのなんかファン感謝祭、リスナー感謝祭的なものをやろうとしてて、はい、そこで古谷香織がそこまでに今ゼロの状態から新曲を作って14日に歌うっていう、はい、新曲そうついについについにね、うん、まだゼロの状態だからね、無の状態からで俺が負けたらそのカオリンの曲の何か何でもいいんです、カオリンが決めるんです、あの過去の曲でもいいし、はい、新しい曲でも何でもいいから、はい、カオリンの自作のオリジナル曲を俺が9月14日までに編曲して、はい、全部録音をして、はい、で最後カオリンの歌も取って完成させた音源を9月14日に来場したい人たち全員に配布するっていう、おお、え？っていうのは冗談で、冗談なんだ冗談なんですか、信じちゃいましたよ、いやそれで行こうと思ってるんです、はい、できるのかどうかまだ罰ゲームか、いや俺にしてみれば相当な罰ゲームよ、だって眠れないだろうし、そうだよね、なんかあの新曲の情報とかはあるんですか、今まだ何にもないよ、何にも何にもどうしようか、26日に負けた方が考えるって感じだよね、うん、そんな一月ないんですよ、うん、そうなんです、なるほど、これは大変だ、新曲できてないですよおかえりなさいって言った高さん、おかえりなさい、おかえりなさい、数字決めたよ、数字決めたね、うん、なのでぜひ来週の今度の火曜日の西ラジ、そしてその前にやってるダイブイントゥーストリーム、ぜひご覧いただいて、そして9月の14日の、はい、金ハミ西ラジ感謝祭的なイベント、ぜひ遊びに来ていただきたい、町田ウエストボックスに、はい、お待ちしてます、はい、西さんを片付けた方がボックス的には CD リリースが新曲が作れればね、まあ、っていうね、でも結構ストックがあったりするんだよね、代わりにね、ありますよ、ね、まだ CD 化されてない音源も結構あるんで、それちょちょいと、ほう、実はあったと、今から言っといてくれると俺はとってもそういう罰ゲームにならないじゃんそこまで途中までやってやな、バッハは毎週新曲書いてたの、すげえ、すごいね、でもすげえぜ、カンパケのレコーディングまでしたわけじゃないでしょカンパケってさあやりましょう、ゲームやりましょう、じゃあやっちゃいましょう、やってしまいましょう、はい、じゃあ今日の今日のお題は、ん、考えてないんですか、考えてないです、ちょっと順序が、何遊んでんの、いやトムじゃなくてお題を考えましょうよ、んってんんじゃないんですよんじゃないんですって、これが可愛くってねじゃあ今日は新曲のタイトルをお題にする前にやったことあるけどね、あるね、じゃあ新曲のキャッチフレーズをじゃああ、カンパケのちゃんと演奏会をやってたんだ、すごいね、うん、来月14日までにゼロからの新曲、私なら今日の時点で白旗をあげますね、勝つもん、とりあえず俺はでもいざとなったらあのアコースティックバージョンっていう手があるからね、何それ、ずいぶんなんか弾き語りバージョンと、うん、持ってますもんね演奏する器具は、そう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 、お題ピアノ弾き語りサマーバージョンみたいなやつ、
大丈夫つけたような。お題じゃあ、罰ゲームで負けたカオリンが慌てて作った新曲とは？タイトルってことですか？タイトルでもいいし、こんな歌だったでもいいし。はい、いきます。じゃあお題、私が慌てて作った新曲とは、スタート。いっそアカペラで、あ、それいいね。なんか今日も鳴りがさ、本当？でもね、大丈夫。毎週毎週うちの師匠がさ、はい、番組があって、あるあるでしょ。それのそれ昔全部オーケストラだったんだって。でそれのアレンジ週譜面バンドスコアを流れてる、流れてる、オーケストラのスコアを書かなきゃいけなくて、それが毎週じゃん。それで相当大変だったらしいよ。最後はなんかちょっと頭がおかしくなりそうだったっていうぐらい。そうだろうなと思うよね。町田の風に乗って、これいいじゃない。乗せちゃう、町田の風に。ジェネレーションギャップ、あ、うまいじゃないこれ。なんかなんか電波局やった対決で負けて作るのがジェネレーションギャップね。そういうことか。なったよ、なったよ、フルザブ出たよ。一緒にイルカショーを一緒に、これもなんかちょっとなんかイルカに乗った少年みたいできちゃったもん。カオリン曲作りに終わってさ、なんて曲ができたでしょうか。クリスマス詐欺今年の夏も一人。うわ、切ない、ね、切ないね。インターチェンジに連れてって何これちょっと面白い。サービスエリアじゃないんだね、インターチェンジ。インターチェンジに連れてってなんだ。ダブルですよ、天海瑞穂さん。アイラブトム。トムは、トムは可愛いよ。セミと一緒。ずいずいずっころばし、単語風味。何それ風味。単語風味って。風じゃなくて、ね、単語風でいいじゃんね。うん、夜間のレイン。なんか繋げちゃったみたいな。面白いね。夜間のレイン。フルザ。ダブルです。愛しのコウモリ。お題を聞いていませんでした。そうですか。秘密。神奈川統一物語。三崎でマグロ。なんか二人でお酒を飲みたいよね。これそれを狙ったのかな。そういうこと？あ、ちょっとじゃあ押しちゃう。ダブルですよ、高さん。あら、今日は皆さん絶好調ですね。マグロください。カオリン筋肉少女隊。改めましてこんばんは。全部君のせいだよ夏。夏、あ、夏編ね。さすがに全部君のせいだよ今作るのは。でも夏だから。夏、うん、夏編。夢の札幌で盆踊り、罰ゲームは西から、西から。京急ではすいません。謝っちゃう。私をイルカショーに連れてって、大根の歌。ふるさぶは渡さない。夏に負けるか。宇宙戦艦トマト。ヤマトじゃなくて。ちょっと面再開。京急でマグロを食べに。どこまで読めたかな、ちゃんと。今射程のジェネレーションに西田をあげたところです、うん、眉毛の子守歌。京急でマグロを食べに。私の彼は問題なし T シャツ新曲のタイトルってお題難しすぎるっていう曲かわいい猫ちゃん。トマト、ハイウェイを逆走。トマト嫌い。横浜線で振られて。私を焼肉に連れてって。透明フリーウェイ。痛風ラプソディ。トン。痛風。何？押せばいいよ。
ちょっとごめん、俺ナベさんの読めない、読めへんわ。なんかえこらーケーキ大好き。ナベさん、サンマが食べたいの。ゴキブリアイラブ。海まで1時間。1時間遠いな。あらさめ、言い間違えるのが大好きな人だった。バドガールになれない。眉毛が太いのは時代のせい。おできセレナーデ、ブロックを信じて。町田相模原統合物語、君のせいだよ2014。右から左から、後ろからお前からに対抗して。これは俺らの世代しか分からへんよな。やるなら今しかねえ。責任取るサマー、なんかすごいドロッドロ。丹沢に見せられて。今年も猛暑、ウノで勝つもん。あ、これきらめいて2014。今日もブラックアウト、ブラックアウトの夏。見やがせ in my love、 白いくるぶし、手を入れホームラン、相模湖物語、トマト大嫌い、離婚物語、私の彼はジェネレーションギャップ、町田で5時、あ、デュエットのね、渋谷で5時に対抗して、ナーベを八つ咲き。自分で言っちゃう。トマトって野菜だよね。ウエストボックスはブロックで守る。突っ張りマイラブ。突っ張りマイラブなんか、なんだっけ、なんとかマイラブってあったよね、これ。湘南マイラブ、湘南マイラブと、あと大橋純子さんのはなんだっけ、忘れちゃった。1分前、黄昏マイラブだっけ。不倫応援歌、不倫はあかん、一人暮らし物語、コウモリ、マイホームタウンで誰か 歌ってた、本当、黄金バットじゃなくて、押せばいいのに、寄せばいいのにじゃなくて。これ面白い。いいね、押しちゃおう。ダブルですよ、おめでとうございます。イナゴの佃煮食べました。キャンペーンガールになりたくて、おやすさん少年化バージョン。相模原で会いましょう、セミとコウモリの夏、近寄らないで、私はキャンペーンガール、15秒前、セミとコウモリの夏、西と香りの構想、私を食い放題に連れてって、サウダージフチノベ、10秒前、ありそうだろ、サウダージフチノベ、紅茶の魔法、あった、あるある、5、4、3、2、1、終了、終了です、終了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 、やらしいコミュニティラブ、コミュニティ FM で下ネタばっかり言ってるバカ野郎を歌った曲、なんでバカ野郎って。藤沢と町田のコウモリ物語、相模原の交差点で心中、若い頃に戻りたくて、音声も映像も途切れました。これ残念ですが失礼します。ありがとうございました。タコツさん、さよならって言っても聞こえないんだよね。心凍らせて、私とチョコと愛と、小田急ホームウェイ、なんか中央フリーウェイみたいなね、さっきも透明フリーウェイあったけど、小田急ホームウェイ、そして麺長。橋本五皿の中心で愛を叫ぶ。これもいいな。渋滞になっちゃう。バドワーザーガール、高気圧ガール風に、そろそろ納品に出かけます。お疲れ様です。お疲れ様です。お気をつけてどうぞ。腐りきれ、不女子のテーマ、全部年のせいだよ。何それ。うまいな。ちょっと面白いね。フルサーブもあげちゃおう。ダブルです。噛みたくて、カツ丼取ってよ、ヤモリは悪くない、ゼロの扱いは私の自由。ゼロ、あ、そう、ここで終了が入ってましたね。終わり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 、魔法のバンドエイド、湘南恋愛物語、あのファーストフードでポテト上がった時の音、こんな感じですかね。じゃあね、よし、じゃあ数字のチェックします、はい、数字のチェックお願いします。0から9までの数字3桁こちらで用意しています。今日はカオリンが考えてくれました。考えちゃいました。そのカオリンが、揃えた3桁の数字に、このタイムラインの数字が同じように並べば、その3文字を入れた、その3つの数字を入れた3名の方にプレゼントを差し上げます。では今回のルシル師匠、ルシル師匠、はい、新曲の名前はナーベオヤツドキです。はい、どうもおめでとうございます。鍋さん、あ、そう、鍋さんやったね。今日はでも、なんだっけ、
ジェネレーションギャップがね、うん、見事でした、ね、そうだね、一回り対決の、そう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 、一回り対決で負けた罰ゲームで作った歌がジェネレーションギャップ、ね、これもう一枚にしてたあげるね、誰かが書いたか忘れたけど、書いた人はもらっといて、ジェネレーションギャップで、うん、ジェネレーションギャップで番組編離婚、ひたすら離婚を推奨する歌詞わーやったーって、いやよかったですね、ミシェル賞に喜んでもらってるやつよ、座布団にも何にもならないんですけどね栄誉ですから、そうです ね勲章みたいなものですね、そう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 、ジェネレーションギャップ、イグロさんだったね、イグロさんか、イグロさん今日結構行ったんじゃないかしら、座布団、そんな気がする、さあカオリン自身が今日は数字のチェックをしたので、はい、あ、数字を作ったので、うん、ルシフェルは見た数字まだ見てないです、あ、じゃあカオリンだけは知ってんだね、見る、見せない、見ます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 、え、なんでですか秘密、いや、あの今閉じてないから見えちゃうだろうから、きっと、あ、頑張って見えないようにします、いいよいいよって何ですか、じゃあ私だけの秘密、うん、カオリンだけは知ってるっていうので今日言ってみよう、なるほど、うん、公認でナービを焼き出した金魚あるかな、あるかな、まともな回答をしてないわしは座布団なし、最初お題知らないっていうので2週ぐらい取りすぎた感じですよね、そうなんだね、ナービさんかわいそうに、でもそれはね、ナービさんの日頃の行いが悪いからなピータローさんに君はダメって、他の人はいいの、うん、できた、はい、うーん、もう一個の題思いつかないな、とりあえずじゃあ発表してもらいましょうか、はい、それではフリア先生から発表、最近当たり出てないよね、だったりしてないでしょうね、おいよいよ、ここであのそこでそこで高笑いは、あの何なんか二人で滑った感じになる高笑い高笑い高笑い、あ、いやそこは西さんに高笑いしてもらって、いやいや俺そんな寒い思いするのね絶対面白いですから、ほんのやもちょっとだけです、さあダメだった、ああ、いやいや俺そんな状態で滑るって分かってて滑るんだよ、怖いもんだって、いやだから絶対この紐切れるよって分かっててバンジージャンじゃなくて、あの面白いか面白くないかではぁだからおもろくなかったやんけ西さんがやったら面白いかもしれない、面白くなるわけがないやんけ私に面白さを求めちゃダメだよえ、カオリめっちゃ面白いじゃんね、白地とかで面白くないよ、面白いよね、つまんないよ、見事ですよレシピでもちょっと西ラジとか聞いて勉強しなさいあのそれやってる時間寝てるんですよ僕、ね、そうなんですよ、もう次の日が五時起きとかの勇気が多いんで、はい、じゃあずっとつまんないままでいなさい、ちょっと何ですかその急に突き放すスタイルはあとユーストリームのアーカイブがあるからね、もし時間があったらね、はい、アーカイブですね、そうだね、そうだね、いろいろやってるんですもんね、そうなんだ、そうそうそう、じゃあどうしよう、もう一問いきますか、そのもう一問が俺全然思いつかないんだよな、今日のテーマは何だったっけ、夏の好きなところとこね、夏こんだけ暑いともうなんかね、最近はなんか前はさ夏って俺ずっと楽しかった印象あるんだけど、なんか海水浴に行くとかさ楽しかった、夏祭りがあるとかさ、だけどなんかこんだけ今あの猛暑になってくると全然なんか、まあ、それどころじゃないというか、ね、
もうとりあえず冷気をっていう。そうなるよねやっぱりね。だから今日はそういう意味でいいお題だったわよね。うん。でなんか普通だったらこう夏のいいとこ悪いとこみたいになったりとかすると長くなっちゃうし、夏の悪いとこなんて言ったら今暑いからね、みんな蒸し暑いのが嫌だとか、うん、もうジメジメが嫌だとか、そういうことなんかありがちな感じ、ね、ありがちな感じになっちゃうだろうけど、ここであえて夏のいいところっていうのをちょっとでも思い出してもらってね、うん、みんなでもなんか結構面白いネタから、ね、なるほどっていうネタから素晴らしいですよね。西さんはありますか、好きなところ。夏の好きなところ、なんだろう、結構体重を落とすチャンスみたいなそういうこと、うん、運動して汗をかく量が多いから、そう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 、だからいつもより痩せるかもしれない。本当にほら寝汗とかも結構かくじゃん、なんか、うん、はいはい、寝てる間かくよ ね、エアコンもつけないで寝たりとかすると、うん、もう本当にすっごい汗かいて、もうハッとさ髪の毛触ったらさ、うん、俺さっきの水に入ってたんぐらいの濡れ具合なのよ本当に。そんなですか。だってこうやってブラブラってやるとブラーってこうしぶきが飛ぶぐらい、犬みたいに、すげえ、そのぐらいよ。でそれですぐもうこうやって乾かして、それで体重計に乗るって、うん、そしたらこの間初めて106キロ台になった。お、また更新、更新更新、100超えてたんですか。え、それを知らなかったですよ。146キロ、はい、6まであったんだよ、ついこの前まで。今年だよ、今年の初めあったんで146キロ。うわ、この8ヶ月間で40キロ落ちたっていう。西さんがコロッとしてる頃を見せてあげようか。でもなんか100超えてくると案外スッと落ちるんじゃないんですか、ちょっと運動して10キロとか。でもねここでそんな変わってます、そんな変わんないでしょ、そんなに変わんない。そうですね、案外気づかれないもんだって。去年の夏なんだけど、すごくね、Facebook、俺ってフェイスブックのすごくね、40キロ減って気づかれないってすごくね。でももうこうやって見ると40キロってもう古谷香織が一人いなくなるぐらいよ確かにそれで気がつかれないって俺ってすごいよねやっぱりね。さあ、じゃあえ、それで好きな、あ、ちょっとごめんね、痩せられるところなの。ちょっとトムにご飯あげていい。ちょっとダメ。逆に西さん本気でダイエットを頑張ってみるとか、もうなんか絶世のイケメンに生まれ変わるかもしれないっていう。めっちゃ食べてるしというわけでダイエットしてみません、西さん。ダイエットしてる、してる。今俺君に今年に入って40キロ痩せたっていう話してるよね俺。はいはい、それもっとです、もっとです。それ40キロ以上落とすダイエットってあんの？いや40までが入門編なんですよ。そうだ、ね。はあ。ここから頑張りましょう。そろそろ2回目か。ロスタイム行きましょう。9時ぐらいからユーストのリハやりたい。っていうか落ちろよ。やばいやば、あと20分しかない。もうでもちょっともう一回ちょっとトム寝かしつけるで。そんな対抗心燃やしてどうすんですか。ちょっと待って、トムちょっと寝かしつける。ちょっと早く寝かしてあげて。はい、寝た。うちのトムも寝てるよ今。よし、すやすや、はい、トム寝ました。じゃあ2問目、はい、夏の、あ、そうだ、明日花火大会だ、相模原納涼花火大会です。納涼打ち上げはね7時からですね。さっきなんかね、花火の音だけってなんか書いてた人いたよね。音だけなのって音だけってなんか、うん、なんて言うんでしょう、いいとこね、なんだ、何なんか書いてた人いたよね。藤林さん藤林さんいるか、いる、ね、藤林さんいるのよ今日、明日のお疲れ様です、ね、お疲れ様です。あれ、あ、どこあのね、今これとあれとあれなの、あ、中に入っちゃうじゃあ
あの人の席にちょっと行ってもらって、あの人の席大丈夫だ、問題ない。いやー、ちょっと原稿持ってくる。藤林さんいたんですね。原稿持ってくる。毎年ね、花火大会は藤林さんなので。そうなの。もともと FM 相模の敏腕ディレクターだったのが、FM 相模を捨てて、あ、こちらにどうぞ。あ、今、これは、ユーストリーム。ユーストリームで配信してます。ユーストリームやってます。はい、で、すごく、頼りになる FM 相模の人だったのに、前日の準備にやってまいりました藤林と申します。そうなんです、明日は相模川の、ね、花火大会があって、はい、その花火大会を FM 相模に毎年中継してるんです。はい、あ、はい、音だけって生殺しって書いてる人がいるんだ。あのね音だけですラジオです。はい、あ、でもなんか配信しようとかは思わないの藤林さん。配信しようとか、あのね、現場にね、太いインターネットの回線ないんです。あ、そうなんだ。はい。だからもう音だけに、あ、そんな裏事情はいいです。いや、想像力を膨らますために。でもなるほどね。でも毎年やってるんですよね。はい、もう何回ぐらいになるんですか。もうかれこれ10年以上やってるんだ。そうだよね。すごい、ね。それはずっともう、藤林さんが担当されていて、いつか、相模藩のりはる大会、11月にやった時に、日産に放送を、ちょっと私スケジュールの都合でもう完全ダメで、ね、お願い、あれ大変でしたよね。最悪な花火大会で、寒かったですね。めっちゃ寒くて、寒くてお客さんいなくて、お客さんいなくて、そうですよね。いつもだったらほら、帰りの駐車場をね、出る時の案内とかするんだけど、はい、割とスーッとみんないなくなって、ね、最後はそこの残ってるヤンキーたちを見ながら中継してそうなんですよ。はい、ヤンキーが花火やってまーす。だから、あれの反省を受けて、なるほど。土曜日延期になった場合日曜日で、日曜日もうダメになった場合にはもうやらないよっていうふうに、あの年からね、次の年からルール変わりました。そうなんですね。見に来る人たちもね、寒い中で見るっていうとかわいそうだもんね。はい、そんなずっとその FM 相模の名物とも言っていいぐらいの、その花火大会中継をずっとこの藤林さんという方が、すいません、私が FM 相模の社員時代に企画したものでございまして、それ以降ですね、誰も引き継ぐ人間がいなくてですね、独立ラジオの、今独立してラジオの制作会社一人でやってるんですけども、ね、はい、結構大阪の方とか、あ、もう神戸とか、ね、行きますし、まあ今基本拠点東京で、私も今夕方7時まで東京で仕事してたんですけど、あ、そうなんだ、言える範囲で今やってる番組とか、はい、今ですか？言える範囲で言っちゃって。あ、言える、僕、今、声優さんのラジオを、ほら、させていただいてまして、声優志望。何？声優志望？やめた方がいいです。いきます、去年の冬コミで、うん、ブースでグッズ買わせていただきました。何ですって？伊藤かなえさんと、井上まりさんのお店。あ、ちょっとなんか盛り上がってる。本当に？寄り出してよ。神戸前向き女学院の CD 買いましたが。売り出して。されてた方ですよね。あら、おすすめされたんで買いました。ありがとうございます。前場ね、すごいつながりだね、さすがにね、はい、神戸前向き女学院、僕ラジオ関西という、はい、神戸の AM 局なんですけども、はいはい、そこで番組をアニメ声優さんの番組たくさんやってるんですけど、はいはいはい、10番組ぐらい担当して、そんなにいるんですか、はい、すごいよね、番組とか。で、そこの中でじゃあ伊藤かなえさんと井上まりなさんの番組の CD を、はい、すいません、12月にですね、前向き祭というイベントが神戸文化ホール、中ホールでありますので、おお、ぜひね、井上さん、伊藤さんに一番近づけるイベントですので、ぜひ。神戸行ってこい、すごい、遠いけど、生き生きしてる、行ってこい、顔が。はい、まあね、そうだよ、まあ、そんなね、活躍されてる藤林さんだけど、はい、今でも FM 相模に、花火の時には、年に1回の、ね、そう、帰ってきてくれるんですよね。さあ、明日なので。はい、明日天気も良さそうですもんね。これがですね、さっきね、ニュース見ながら車に乗ってきたんですけど、うん、天気ね、怪しいっすよ、本当に。確かに僕、バーっとデータ見てて、うん、まあ、今ね、こう、全国的に天気が出ているという中で、大気の状態が不安定って皆さん、おっしゃりますけど、その不安定な状態が明日関東の北部までやってきそうなんです。うん、で、その煽りが関東南部にも少し来るかな、来ないかな、とは思ってるんです。もしかしたら明日どんどん天気の状況が悪くなってきて、今だんだん、最初の頃、昨日ぐらいまでは晴れ時々曇りだったのが、はい、今曇りになって、ちょっと雨よりの曇りになってきたんですね。ただちょっとぐらいの雨ならできる。ただ降るとしても短時間だったり、まあ短時間でもしかしたら量多いかもしれないですけども、だから、まあ僕はやってほしいなと思うんですが、ね、でも、花火のやるかやらないかっていうのはですね、明日の朝10時に決まります。あ、そんな早いんですね。で、朝10時に決まったら、それから準備をしないと花火の打ち上げができない。
もう途中どんな雨降ってもやった方がいいっていうのが運営側の考えです。ですので朝10時にやると決めたら、まあ、途中雨が降ってもやるもんだと思ってください。なるほど、夜もう降るとしたら、でも夜なんでしょ、降るとしたら夕方ですね、夕方前、ね、そのぐらいなんだ、昼からじゃあやるね、ね、なんとか持ってくれるといいですよ ね、うん、ね、もし花火やるかどうかわからない、どうしても知りたいという方は、まあ、FM 相模聞いていただければ放送いたしますし、なるほどなるほど、あと市のホームページとかでもご案内させていただきますんで、ね、ちょっとその放送のご案内をぜひ皆様に、はい、わかりました、ね、そうだ、サイマルラジオとかリスラジとかで今聞けるから、そうなんです、僕 ねリスラジでいつもね FM 相模聞いてますよ、本当に、はい、なのでちょっとご案内しましょうよ、はい、じゃあね、FM 相模の、花火相模原のりお花火大会の公開生放送、はい、花火 FM ドリームウェーブ、はい、明日花火開催日の午後2時から夜11時まで、花火大会会場の、特設スタジオから私藤林がお伝えいたします。9時間、はい、長いね、で2時から6時半までは、周辺の交通情報を中心に花火の話題を、はいはい、結構混みますからね、はい、7時から8時15分までの打ち上げの時間は打ち上げの音をライブでお伝えします、はい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 、で8時15分から11時までは、花火会場から出る車の人に向けて交通情報をお伝えするという、はいはいはい、そんな9時間の生放送をお届けいたします。あの名物のハザードチャンスっていうのがやりますね、ね、はい、それをね、せーのでやるんですよね、みんなね。そうですね。ハザード、その駐車場で、駐車場から出られない車がいっぱいあるわけですよ。はい、渋滞してて。それでみんなで、もうイライラするでしょ、うん、そんな中、ラジオで聞いて、和んでいただいて、うん、どこの出口が空いてるかを聞きつつ、うん、それでみんなでせーのでハザードをつけると、みんなほら、あんなところにも仲間が、あいつも聞いてるみたいな。あ、その一体感。うんうん、これを味わえるのは FM 相模だけよ。そうですね。常にライブで道路の状況、駐車場の状況をお伝えしますので、うんね、で、はい、さらに今年ね、これもうね、オンエアされてね、ネット配信だけなので、ネット配信聞いてる方だけにお伝えいたします。はい、これも、あんまり、言うなって言われてるんですけど、今年はですね、駐車場多分ね、出るのにすっごい時間かかると思います。そうなんですか？はい。なんで、何かが変わったり、狭まったり。ちょっとね、仕組みが変わってます。本当に？ですので、皆さん急いで出てください急いで、うん、だっていつもあれ花火終わるの何時ぐらいなんですか。花火は8時15分に終わります、はい、で終わって11時までまだ結構やってるとき、ね、それでもスムーズにできたんですけど、最後の車出たの10時半ですね。ああそう、はい、でも今年はね、もし計画通り、僕の読み通りでいくと11時超えるんじゃないかと思います。そんなに、はい、うわーすごい。まあそれがどういう状況になってるかというのはラジオじゃないとわからないと、ね、ぜひ見てください。ぜひだから相模原近辺にお住まいの方はぜひ会場に行くときには、はい、FM 相模も聞きつつ聞きながら ね、その他の方もネットで日本中の皆様聞けますから、はい、聞けます、ね、声優誰好きなの。声優諏訪部さん。お、はい、諏訪部です。あ、全くわかりませんね。諏訪部さん、僕も岡本真弥さんっていう人とか、金井美香さんとか、結構年いきました、ね、そう、はい、その辺の人たちの CD は結構作りました。ああ、その辺の曲を提供したりとか、ね、はい、曲提供とかしたりしてました。90年代後半みたいな。そうです。諏訪部さん、私、諏訪部さんと石川秀夫さんがやっているロンハールームという番組、はい、ラジオ関西で、はい、金曜日の深夜2時から1時間やってるんですけど、そちらの制作を担当させていただいております。おー、はい、どうも、まだまだ学生で、声優の学校に今通って演技のお勉強してます。どこに通ってるんですか。西葛西の東京アニメ、はい、あ、出た板倉さん元気元気です。本当に、はい、全然知ってるんだ。さっき板倉さんとちょっとメールしてたんですよ、うん、明日プロダクションさんの、はい、ちょっと体験授業みたいなのに板倉さんにですか。今度ね、はい、了解狭いです。ありがとうございました。すごいねすごいねぜひロシフェルよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしく、じゃあ明日よろしくお願いします、はい、頑張ってくださいね。長時間準備だもん、ね、お邪魔しました。はい、石橋さんに来ていただきました。ありがとうございました。さあ、じゃあ今日のもう一個のお題はこの後のやつで、はい、明日の花火大会、はい、でみんなをびっくりさせた、みんなを会場をどよめかせた花火は、はい、いろいろなんか最近あるじゃないですか。そうですね、有名なのスターマインとかね、うん、なんかいろいろありますけど、うん、様々な新しい花火出てるでしょ。その花火の名前をつけてみて、はい、こんな花火ができたでもいいし、はい、ね、じゃあ行ってみましょうか。明日の花火大会でみんなを驚かせた花火とは
スタート。さあ行ってみましょう。ルシベルにすごいコネができたね。よかったね。会うのも初めて？あのちらっとお見かけしたことはあったんですけど、うん、そうなんだね。だって俺のほらあのうちのレコード会社の山ちゃんいたもんね。山寺さん、山寺さんがね、うんうんうん、そうだね。世間狭っ。板倉さんって何の人なの？あの前に声優さんのマネージャーさんとかやってた方だと思うんですよ、うん、はい。すごいね、そういうつながりができるな、はい、その方が多分もう、あ、そう、そうです。その方がうちの学校では一番っていうかあの結構上の教務の方で、だいたいなんかお話とか持ってきてくれるのが板倉さんです。なるほどね、はい、へえ、そういう人でつながるなんてすごい。なんかちょっと未来開けた気がしない？なんかそうですね。あの板倉さんは僕この学校じゃ一番いろんな人に名刺渡してるからって言ってたことがあったので、はい。でも藤林さんのおかげで何か ね、つながりができるかもしれないなと。そうです ね、そういうのあのちょっと嫌がられるぐらい、嫌がられるぐらい。先週の宮ヶ瀬も駐車場から出るときは無秩序状態で ひどかった、うん、あ、そう、大変だもんね。駐車場が一番大変だよね。そこの管理してる人も大変だしね。UFO 花火、これザオメイク、ドヨメイクね。 UFO、 そうだね。ファンファンって漂ってなんか聞いていくみたいな、うん、NYSHI 西西うんこ花火。テポドン、テポドン、わちょっとシャレなんだけどね、びっくりキノコズドンと100発線香花火。続いては線香花火です。チリ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 、全員が全員見れないじゃないですか、ね、それは。フレア香里参加、線香花火に俺あげたっけ、すごく痩せた日産花火、一気打ち上げる予定の花火を一瞬で、一瞬で。眉毛バカボン桜んザ藤林。早速 FM 相模提供ザ藤林。どん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 。愛の水、あ、ザ藤林あげるね。愛の水中華花火、噴水花火、誰かに嫌味な、誰かに嫌味なおっぱい花火、じゃそれ、空見一面のトマト花火、ボンバーヘッド、そのもう本当ななべさんさ、本当にあのここの空気が悪くなる。ボンバーヘボンバーヘ、虹の花火、ナベ爆発、ほら押しちゃうじゃん、で香りも押すじゃん、ほらダブルですよ、弱いちゃん。あげづらいわ。セミ花火、水平花火、見ても分かんなそうだね。カオリンの手書きの絵、集中豪雨花火、はちみつ、え、はちみつ爆音の実、どういうこと。カオリンの顔花火、トマトフラッシュ、生花火、新曲まだと文字の花火、羽ばたきはやぶさ、目から花火、目から花火ちょっと面白いね。目から花火。ヘビ花火、ゲリラ花火、のぼり豚、十尺玉。なんかすごそうだね。すごそうだね。のぼり豚。いかんのい、トマト、ロケット花火、普通やん、フルザブ花火、花火に代わってロケット、きらめき夜叉、いろいろ出てくるね。爆弾花火、お化け花火、三桁の数字花火。お、相模の天の川花火、あ、これ綺麗、綺麗だね、こういうのあったら見たい。ウエストボックス提供、お塚は寒中水泳してこい、単にお塚はという仕掛け花火が出てくるね。仕掛け花火、相模川を言おう宇宙へ続け、ヒンヌー花火。空気を悪くする、この空気が、こういうの本当やめてほしいんだよね。コウモリ花火、読むけどさ俺もさ、肉、蛇花火、何、ヒョウ花火、臭い花火、やだね、低空、臭い花火やだね、低空飛行、感触玉1センチ、1センチ、普通やん、音だけ花火、ブロック花火、どういうの、
ブロックアラビが2つ続くってすごいね。本当だ。あげるね。ボニードルフィンさんとタケちゃん。イノシシ、和牛花火、のぼり竜、お銀。おなんかちょっと素敵だね。どういう花火なんやろうね。なった？なったなった。のぼり竜、お銀がダブルです。カオリンの不倫、すっごい気まずい。気まずくはない別に。自動車花火。サンタクロースとトナカイが打ち上がる花火、真夏にね。日産のすごい花火、トム花火、金ハミ仕掛け花火、トム花火、ニャンとなる花火。かわいくない？ちょっと。かわいいね。ナベさんだよ、あげる？でも出れました。よかったね。出れました。次はパラシュート花火10発です。肉花火、ルシフェル先生助けてください。中身は一言で言えば意味不明。ジャクサ提供ロケット花火。あ、いい、これいいじゃん。これうまいじゃんね。人集まりそうですもんね。ね。でもなんかシャレが効いてるよね。うん。ジャクサが提供してるって。そうそうそう。谷間花火。違いもん花火。もうほら、カオリンが黙るっちゅうね。原子力花火、もう言葉が出ない。きらめき花火、ちょっと、終わろっか。スコンプ C さんの主役、京急花火。宇宙花火、クラシック花火、クラシック花火、二次元花火。絶対見に行く。二次元花火いいじゃん、なんか。二次元花火。花火ってさ、真ん中で見た映像とかってすごいんだよね。終了。あ、終わっちゃった、もっと。あ、終わっちゃった。はい。終了でーす。終了。音だけ花火。さっきも出なかったっけ？飛行機雲の花火。終了が出るまで続きます。こんな感じかな？終わったかな？逆さ花火。わ、逆さかどうか。ほとんどおもねた。ズボで。ザ花火。素通り花火。脱線花火。終了。はい。はい、この辺で終了して。チェックするから。ちょっと難しかったね、問題はね。ごめんね。さあ、調べてもらって9時になるので。最後ロスタイムにスッと、もし当たりがなければはい、ロスタイムにスッといこうと思います。じゃあ確認中にベストルシル師匠いきますか。はい、よー、アイちゃんさん、うん、トマトフラッシュ、トマトフラッシュ強そう。強そうかな、トマトフラッシュって。むしろなんかぐちゃってなるね。トマトだよ。いや、かぼちゃ花火の方がなんか、どっちかっていうんだったら潰れるより弾けるっていう感じで、パーン。あー、なるほどね、破裂する感じね。はい。お、ジュネスさん、西田部120枚になりました。メモしておくね。じゃあ、おめでとうございます。もしもし花火って何？ポチから火花120枚。モカタッチさん、フルザブ60枚達成だそうです。すごいね、フルザブ60枚ってすごいね。ね、ムカタッチさんね。フルサブ最高で何枚いってる人がいるの？100何枚かな。100枚超えてる人が2人いる。なんか消費したくないですね、こう集まりにくいものがいっぱい集まった時って。あ、さあもう9時になりますので、これで当たりが出るかどうか。おお、おおとの声が出たが、おおって言っちゃう。カオリン、おおって言っちゃう。言ってないよ。発表しますか？発表します。こんな面白くない発表ないよ。トムになるな。困ったらトム。早く発表です。もう鳴った今。鳴ったよ。鳴った、うん、あれ、あ、いやいや、そこで、そこで高笑いです。あの、もっとさっきよりも大きく、うはっはっは。さあ、じゃあ
ないもん。ないもん。ガン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 。ないもん。じゃあ、エヴァ落ち。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。さよなら。さあ、じゃあ、ロスタイムに行きましょうか。惜しいのがね、1個だけあったんだ。最後の最後に。本当に、うん、あ、何 ?21 枚になったのシェフさん。シェフさん、2サブカウントしてな。もっと、絶対もっともらってるよね。うん、多分ね。今さら11枚ってことはない。どういう数え方何ここ1ヶ月でとかじゃないわかんないけど。まあ、一応申告されたからメモはしておくね。絶対8月に入って11枚とかやね。そう、いいんじゃない？まあ、いいけどさ。毎回リセットして、毎回10枚。いや。まあ、まあ、そう言うなら、自己申告だからね、あくまでね。じゃあ、行きますか、ロスタイム。はい。一応、ロスタイムで、すごい惜しかったんだ。そう。思わず声が出ちゃうほど。あ、そう。間に何か入ったんだね、じゃあね。間のその人がいなかったら、うん、きっと、うん、誰がいなかったらかな。いや、それはいいんじゃない。それはすざまじくヘントになるじゃないですか。あ、そうだね、やめとおこう。そうだよ、だってしかもあの、あとがふっって言ったの結構後半だったです。じゃあ行くよ。なんか白子の言わずに、はい、なんかとりあえずロスタイム行きます。スタート。さあ1分間、今から1分間の間、数字の0から9までの数字をランダムに入れてみてください。一つを入れてください。一桁の数字を入れてください。0から9までです。1分間の間、もう今回はお題とかの答えはなくて結構、うん、0から9までの数字を一つ入れてツイートしてみてください。たまたまこちらが用意した、今日はカオリンが用意した3桁の数字がタイムラインに並べば、そのタイムラインに3桁の数字を並べた皆さんにプレゼントを差し上げます。なんでしょう、みんな0をすごい押したりしてますけど。あら、なんかバレたんじゃないだろうね。大丈夫、今日はヒントあげるんですか。さっきからね、よく口にしてた。お、残り20秒です。15秒前。口にしてた、うん、口に、何それは言葉に直してっていうこと。そう、西さんも私もなんか食べてたとかじゃなくて、俺も口にしてた。5秒前、言葉にしてた。4 3 2 1、終了。キャン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 。さあ数字が止まるまで見届けましょう。え、口にしてたっていうのはどういうことなんだろう。でも時々ね、ありがとうの意味を込めて。今日はでもパッと思いついたんだよ。パッと思いついた、うん、語呂がいいの、これにしようって。そうへえ、語呂がいい。もしかして87とかがついたりしない。つかない。あ、そう、もういいね。終了出たね。残念ながらなかったかな。終了出ましたね。なし。あ、いやいや、残念でした。ありませんでした。ありませんでした。じゃあちょっと数字発表しましょうか。今日の数字は何だったのでしょうか。今日の数字は、西さんも私も大好きトムです。またトムか。トムこの2人のトム好きが おかしいんですよ。あの放送してない時でもトムトム言ってて、僕の蚊帳の外っぷりが半端ないんですよ。106でトム10いいでしょ。ゴロがトム、ゴロはいいですけど、トム本当トム大好きですね。二人とも可愛いよ。いや、可愛いのは分かりましたよ。何この空気。トムね、トムだよ。トムって何って聞いてる人いるし、トム猫ちゃんです。猫ちゃん育てるアプリで。俺は決してトムを好んでこう、あの、喜ばしてるわけではなくて、入れられたのも無理やりだし、他の人に無理やりだし、それで今ぐっすり寝てるけど、あの、トム寝てます。まあ、あの猫育成アプリです。
猫の名前がトムなんですよね。お腹がペコペコだよって言われた。それで俺はもうそれであの途中でお腹が空いてる姿とかがかわいそうな顔をすんのよなんか、うん、それで仕方なく捨てられなくなっちゃってずっと面倒を見てるっていう、はい、西さんそれをかわいがるって言うんですよだけどなんかだからあれ例えばさ、はい、例えばあのお家でほら猫を拾ってきた 子供が、はい、そのまま飼ったりとかするじゃない、はい、それであのお母さんは最初ダメだって言うじゃない、はい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 、はい、言いますね。そんなのダメですかって言ってどうせあと飼えないでしょみたいな、はい、ちゃんと面倒見きれないでしょってで俺もそんなのこんなアプリ入れたらなんかずっと面倒見なきゃいけないから嫌だって言ってんのに入れられてしまってそれで今仕方なく面倒を見てるお母さん的な立場だ。あのアプリはいつ入れました？いつだったっけ、忘れちゃった。トムご飯食べてる、ご飯食べてるって。これがね可愛いんだ、これがしょうがねえんだ可愛くて。これなんて言うんですか、あのおしっこを我慢してる時とかさ、トムよりもゾッコンですよお二人は。だから俺ゾッコンなわけじゃないっていうのだからこのままあの言い方悪いけれども、はい、そうやって成長するアプリなら、はい、最後老衰で死んでほしいわ俺。やだ成人のまんま終わるんだよ。なんかペットと別れる悲しさっていうのも乗り越えて人の心は強くなるとか。ゴロゴロしてんじゃねえよ。なんか何言ってるかよく分かんなくなってきちゃった俺トムよりカオインが可愛いけどカオリン楽しそうですよねはい、今日の数字は猫の名前のトムから。トムでした。106。はい。じゃあトイレにも行っちゃう？このトムのボードに、これ上に、西さんがハマり中って書いてあるんですよ。十分ハマってますからね、香織さんも。香織さんがハマってるよね。香織さんがハマってるよね。トムも言うてるやないかい。トムも言うてるやないかい。じゃあ洗っちゃう？洗わんでええっちゅうねん。洗わんでええっちゅうねん。流しとくか？流さんでええっちゅうねん。流さんでええっちゅうねん。いいじゃないっちゅうねん。いいじゃないっちゅうねん。かわいいじゃん。かわいい。二人がこれやってる間って大体僕苦笑いで、はい、時が過ぎるのを待ってるんです。すいません。別にいいんですよ。怒ってるわけじゃないですから。はい。ちょっとハマっております。本当にね、俺もう。もうあのできれば本当になんかこれ自然になんか漏水するとかそういうのないの？なんか無料でやってるとどこまで行くんだろう ね、あのお金を払わないとなんか死んじゃいますよみたいなこと言われればすごい課金要素ですね。踏切もつくのよなんか。でもそうしたら結構課金集まりそうな気がしないの？いや逆に命でお金をとかそういう評価の方が多いと思いますよ。めっきりボコられるよな。はいさあというわけで今週はこの辺りで、はい、告知としては先ほども言いましたけれども今度の火曜日の西ラジ、はい、3時間スペシャルです。です、西ラジは深夜の12時からいつまでは2時までの生放送でその後、ユーストリームの限定配信でやってますけどもね、夏休み最後ということで3時間の生放送でお送りいたします。今回はクイズもそこに決着をつけ、そしてゲストにもマッペを来てもらい、うん、それでみんなでなんとかここ決着をつけて夏休み最後の西ラジ、はい、夏祭りモードの最後を盛り上げようと。それでその前には町田ウエストボックスでストリームありますので、うん、ぜひよろしかったら町田ウエストボックスでウィーンっつってみて遊びに。すみません、ちょっとこっちで中に携帯をいじるなボケこっちでも見るんですよ、みんなのあのツイートの履歴を。ただなんか FM 相模のルーターが接続できなくなっちゃったから機内モードで今まで Wi-Fi ってやったのに、うん、それができなくて機内モード解除しちゃったんですよ。うんうん、あそうそうそうなんです。なるほどね。でたまにウィーンってなっちゃうんですよ。でもサイトからなんですよねその僕のメール履歴とか着信履歴ってはははははは、バイト先はははははは、メールも似たような感じです。あ、そう。はい。
トムだけ生き残って最後俺が老衰で死ぬっていう。あとは私に任せて。すまんけど、かわトムをこの子たちは私が面倒見るわということで、はい、来週は西ラジ3時間生放送でお送りしますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。さあ、そして、その他の告知はないかしら。あと結構8月の末は、うん、26日の後は28日の木曜日が、うん、町田ウエストボックスでロックマイソウルというライブがあります。ロックマイソウル、はい、私もアコースティックで出ますし、西さんもバンドで出ますね。はい、ソロでもやります。香りのサポートもします。はい、そしてバンドにも参加します。はい。ものすごく俺のダイエットデーです。で、なので。で、あとは。20年ぐらいして尻尾が2つになって猫股になって、最後はトラックと対決してジバリア。あとはなんだろう。31日がさゆり、今泉さゆりちゃんのワンマンライブが町田ウエストボックスであります。香りの誕生日はもうすぐですね。ですね。イベントとか特にないんですけど。ないんです。29日のあれかな、金曜ハミングが来週、うん、そうですね、かおりの誕生日パーティーみたいな感じにしましょうかね。お疲れ君ありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様です。ライブを頑張るにゃよ、木曜日、ね、頑張るにゃ、頑張りにゃ、頑張りますよ。さあ、今週も長い時間のお付き合いありがとうございました、はい、最後はね、古谷香織の夜間飛行を聞いていただきつつお別れしたいと思います。西さんも埋設で出ます。何ロックマイソウルとかサユリンのは埋設で出ないね。そうね、その予定はないです、うん、頼まれたら喜んでやりますけど伝説の埋設師西氏だからね。そうそうということで、じゃあもう、ね、多い多い、38じゃない。もう何なんでしょうね、ナーベさんは本当に香りのこと嫌いなのかな、わかんない、嫌なのかな、か好きかどっちかだよね、どっちかだよね。まあどっちにしろ香りは大嫌い。そんなことないフルザブあげたもんあげたもんね。なんかさっき改心するからフルザブ普通にくださいって書いてたけど、早速こんなこと書いてるけどね、信じらないねじゃあね、真夏まだ暑いですけど、明日の花火大会もぜひ生放送の方で、はい、FM 相模でやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ここまでの相手は西健二と古谷香織と滝川とオールでした。ありがとうございました。金ハミング、また来週、さよなら。10時からはミュージックボックス山作戦さんです。聞いてねー。